はい、こんばんは。始まりました。女村、カタカナで書いて女村という番組です。今日はね、ゲストに来ていただいてます、はい、女性の方です。自己紹介お願いいたします。はい、DJ トンペイと申します。はい、DJ の方トンペイさん、はい、いらっしゃいませ、はい、はい、ということで、山城さんの方も来てるんですけども、はい、まあ行ったり来たりということで、ね、まずは スタートは2人から行ってみようかなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、で、今日はね、まあ女村ということですが、はい、女村でのイベントをちょっと紹介1個していただけるということで、はい、お越しいただいてます。もう早速ちょっと話していきましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。沖縄市在住の、はい、女村在勤なので、はい、あ、でも置いてきちゃったかもしれない。あ、でもそのまま話せるんですけど、うん、はい、あのビーチバーココナッツムーンっていう、はい、ココナッツムーン、はい、で、あのルートダウンっていうイベントをずっとやってるんですけど、ルートダウン、はい、はい、でそのイベントはあの移動していくんですよ。同じ場所で一箇所でやるんじゃなくて、あ、毎回お店を変えたりするわけですかね。そうです、そうです、はい、なるほど。で沖縄のに来てからは一番最初は沖縄市でのおとぼらさんでやらせてもらったんですけど、おとぼらさん、はい、はいはいはい、FM 小座さんの近くの地下のお店なんですけど、ね、あ、なるほど、はいはい。でその第2回目なんですよ今回は。なるほど。結構その内地のアーティストゲストに迎えして、はい、それ以外のアーティストが沖縄の地元のアーティストで、なるほど、っていうことが多くて、はいはい、一つのあの言葉にまとめちゃうと、まず 何イベント、ですね、ジャンルで言ったらロックもあるし、うん、ロックもある、ヒップホップもあるし、バンドが出るってことですよね。そうです、うん、あとレゲエのバンドとかも出ますし、はい、まあ、一言で言ったらチャンプルですね。チャンプル、あ、結構混ざってるよと。そうです、なるほど。いろんなジャンルの方が、はい、アーティストが出演してくれるんですけど、ラッパーも、そうですね、ラッパー、 DJ もあり、はい、もともと自分がヒップホップ育ちなので、うん、なるほど、そのヒップホップのアーティストが多いんですけど、ココナッツバンドって、そのココナッツムーンのバンドも、はい、清正さんのバンドロックですかね。そうです、はい、うん、バリバリロックなんですけど、ね、うん、そのバンドも出演してくれますし、はい、あとあのウィリーズバンド、ウィリーズバンド、はい、はい、ウィリーさんと、うんうん、あとパーカッションライアンと、はい、下地健一さんが、うん、3名で、今回はあのアコースティックセットですので、なるほど、はい、また普段とちょっと一味違った感じでやっていただける。そうなんです、4月の6日にジグザグさん、うん、沖縄市のジグザグさんでもライブがあるって、私も遊びに行くんですけど、うん、はい、またその時とはちょっと違った、普段はあのドラムの方が入ってて、はい、なるほど、4名でやってる方が多いみたいなので、はい、ちょっとアンプラグド的な感じでやりますよ と、はい、ちょっとスペシャルバージョンでお願いしてます、いうことですね、はい、なるほど。でちなみに日にちは、日にちは4月の9日の日曜日、4月の9日の日曜日、はい、はい、開けといてねと。そう、でもシーミーの週なんですよね。あ、そうなんだ。そう、シーミーの週で多分家族で集まる方とかも多いと思うんですけど、なるほど、多分お天気はその時期はいいじゃないですか、すごい、なるほどね。でお天気は一回いい方がいいなって思って、うん、やっぱ海沿いのすごい素晴らしいロケーションなので、なるほど、いや夜からじゃなくて、はい、ちょっと早い時間からスタートなんですよね。14時からなんですけど、はい、14時スタートで、はい、何時まで頑張っちゃうんですか。22時まで、はい、はい、長丁場、長丁場、ね、でも長くじっくり楽しんで、じっくりね、はい、いろいろ飲んで、そうですね、食べて、はい、ね、あのオリオンビールさんもサポートしていただいてますので、おー、すごい、ちょっとオリオンビール自前で来てるんですけど、うん、なるほど普段やっぱ飲みますしね。なるほど、そうです、うんうんうん、あの、はい、海でちょっと明るい時間からビール飲めちゃったりするので、そうですね、ココナッツムーンだったらね、たまにはいいんじゃないかと思います。すぐビーチ目の前ですからね。そうですね、気持ちいい感じでできるんじゃないですかね。最高だと思いますね。いいですよね、はいはい、なるほど。なんでなるべくその、はい、なんていうんですか、都会でギュッて詰め込んでやるっていうよりかは、うん、結構ゆったりした感じで、うんうん、ライブの時間も割と長めに撮ってるんで、あ、はい、1回出てすぐ引っ込むんじゃなくて、そうです、そうです、それなりにしっくりじっくり、あのクラブとかだと、はい、やっぱもう時間が限られてますから、出演者が増えれば増えるほど、もうそれは仕方ないことなんですよ、うん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 、ただまあその、もうちょっと見たかったなって思う時も自分があるので、なるほどなるほど、長めに設定して、はいはいはい、ゆっくり見ていただけるように、それぞれの人の DJ なり、はい、はい、ラップなりをじっくり楽しんでいただけるような時間設定になってますよと、はい、贅沢な感じになってます、はいはい、でも結構あれですね、はい、あのライブやって、はい、
でライブ終わったら今度何バトルが始まったりするわけ。そうなんです、 MC バトルもやるんですけど、はい、うん、MC バトルとあとオープンマイク、結局お客様で、うん、あのお客さんで来たけど、はい、実はアーティストっていう人が多いじゃないですか。あ、見に来たけどもやってるよっていう人がね、実は演者の方が見に来てる。なるほどなるほど。でその時に、まあ、その自分は今日はいいっていう人に強制はしないんですけど、多分お客さんの中ではあの人来てるみたいと思う人も絶対いると思うんですよ。なるほど。でそういう方、飛び入りもあるかも。飛び入りでオープンマイクの時間も設けるので、ちょっとすごい人がもしかしたら来てるかもよ、かもよ、てんてんてん、なるほど、かっこ希望みたいな感じ、ね、そういうことですね、はいはい、じゃあ割とゆったり時間プログラムも組んでありますので、はい、来たら出れるかもよみたいなのもあり、そうです、そうです、なんかそのライブしたいけどする場所がなかったりとか、はい、まだそのライブしたことないとか、うん、バトルしてやるということで、ステージに上がりたいだけとかでも全然いいんですよ、ね、はい、もうラップできてなくて、もう歌えなくても目立ったら引っ張り上げられるぞと、そうそう、でもそこからなんか始まる人も絶対いると思うので、うん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 、ね、そう、はい、みんなそうやってあの若い時に、自分も今もそうですけど、うんうん、失敗しながらなんかちょっとずつ成長していくみたいなのがいいかなって思いますけどね、はいはいはい、ノンアルコールで入るのもありなんですか。あ、もちろんです、ね、もちろんです、はい、この辺もねちょっとぜひ PR しとくといいかもしれませんよね。そうです、あのハンドルキーパーの方は絶対その飲んだら運転しないってことでね、ちゃんとその辺は徹底してもらって、うん、ね、早い時間2時から、はい、ということですから、まだ明るいうちだったらね、うん、ちょっと1回でも行ってみようか、まあ、なるべくなんか皆さんで乗り合わせてもらって、うん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 、で1人じゃんけんとかで、ね、もうその日飲めないのしょうがないけど、そうですね、そう、お家の近くに帰ってから車乗んなくていいようになったら飲めますから、うん、そうですね、はいはい、まあ、でもあの私は飲めませんけどね、うんうんうん、イベントをの主催者なんで、うん、そうですね、はい、それはしょうがないですね、はい、まあ高校生禁止とかではなく、あ、もう未成年も OK です、 OK ですか、はい、はい、ということですので、ちょっとなんかイベントあるから行ってみようっていうね、はい、春休み、ね、春休み、春休み終わったか、ね、微妙ですけども、はい、はい、そういうね方もあのお昼ちょっといい天気の時にお越しいただければということですね。そうですね、入学式がいつなんですか、はい、ね、微妙ですね、うん、どうでしょうね、一週目とかに入ってるんですかね、うん、ね、ほんとね、一昨日は、はい、ね、ルネッサンスホテル、そうです、ルネッサンスホテルの並び、海も海沿いでね、はい、うん、なんかあの場所は結構海が多分地形の関係なのかすごい穏やかなんですよ、はい、そうですね、うん、で湾になってて、はい、昨日あの、うんうん、あのアオサ、はい、をあのお姉さんが撮ってて、たくさんの方が、はい、はい、で何撮ってるんだろうと思ってちょっと声かけて挨拶したんですけど、あ、なるほど、はい、あの潮が引いてる時には青さも撮れますし、なるほど、はい、じゃあうまく時間が合えば、はい、青さ撮りに来いさと、はい、青さも撮れますんで、なるほどね、はい、はい、私も撮ろうと思ってるんですけど、ね、レッサンスの人が聞きつけてね、はい、音が やってるから行こうやみたいなね、はいはい、あの観光のお客様とかにもぜひ来ていただきたいので、そうですね、あのスペシャルゲストでツイギーさんが来てくれます、ね、ツイギーさん、はい、はい、なかなか沖縄で見れることも機会も、フロム福岡でしたっけ、そうなんです、ね、福岡から来てくださるんですけど、あのヒップホップとかのが好きな人にきっと説明がもういらないぐらいね、私はもう天才だと思ってます。なるほど、はい、はい、ということでね、見どころ満載、満載です、時間も長々たくさんあるよと、はい、できたら参加もできるよということで、はい、もう一度あの日にちはいつでしたっけ、はい、4月の9日の日曜日14時から22時までで、22時まで、はい、場所が、オナソンのココナッツムーンです、ココナッツムーン、はい、分かりやすい目印としては、はい、まずルネッサンスホテルを目指してやってきてねと、はい、でそこからもうちょっと、これは南に下る感じかな、そうですね、若干南側ね、ちょっとだけ南に戻る感じですね、海沿いに沿って、道を走っていただければ、あの58号とかから来るとね、結構あの曲がるとこがちょっと鋭角だから、ね、ここで曲がっていいのかなみたいなあると思うんですけど、あ、そうですね、上がってきた場合はね、そうそう、はい、那覇方面から上がってくるとぐっとこう鋭角に曲がって、うん、ルネッサンス入らずにそのまま南向くみたいな、こんな感じですね、はい、はい、で、ちょっと行ったら数百メーターって感じですかね、はい、はい、ぐらいで、ココナッツ分右手側、海側 海側にあるそうです、はいはい、レストランのそばですね、そうです、マリブハウスさんの隣ですね、ね、レストランの、みんなわかると思いますね、はい、で2時からなので、はい、
あ、そうだ。でも行くにあたってこうチケットとかこんなのの手配とかはどんな手順になってるんでしょうか。今回はいろいろ検討したんですけど、はい、やっぱチケット紙もすらなきゃいけないですし、で私は結構多いんですけど、はい、予約制になってます。予約制、はい、はい、お店とかアーティストさんとか知ってる方がいる人は、うん、まあ、もちろんココナッツムーンで予約していただいても大歓迎なんですけど、なるほど、ココナッツムーンに いつも行ってる人はそこで、はい、聞いてもらえれば、はい、手順は分かりますと。そうですね。じゃああまり行ったことない人についてはどうしましょう。那覇の方とかは、はい、那覇にニューファンクストアっていう洋服屋さんがあるんですけど、ニューファンクストア、ファンクストア、マキシの駅のそばなんですけどね。マキシ、モノレール、はい、モノレールのマキシの駅のそばにあると。クラッチっていうクラブの近くにある、ね、うん、洋服屋さんなんですけど、うんうんうん、そこと、あと中野町のカヤハットさんと、うん、あと銀天街の平良用品店さんと、うん、あとココナッツムーンはそのゲストリストを、はい、予約受け付けてますんで、その予約していただくと、うん、当日3000円なのが2500円で、なるほど、ちょっとお安くなるよと。早めに予約、入場料プラスワンドリンク、ね、当日行っていきなりチケット買うよりはいいよってことで、そうですね、ちょっとリーズナブルになりますね、うん、なるほど、うん、なんか詳しくはホームページとかなんか見るとこあるんでしょうか。Facebook と Twitter で、なるほどなるほど、はい、ちょっと紹介しておいてください、ね、どうやったらたどり着けますかね。本当ですね、ルートダウンスペシャル、あ、ルートダウン沖縄スペシャルで検索、うん、ルートダウン沖縄スペシャル、はい、結構チューブとかもポスターが貼ってあるんですけど、うん、ポスターにQR コードがついてるので、うん、携帯で QR コード読んでいただいたら、スマホでね、そうです、スマホで読んでもらったら、うんうん、そのままその詳細が出てくるサイトにつながりますと、はい、いや今の20代とかも、はい、もう私今30代後半ですけど、はい、言っちゃったね、すごいですよ、うんうん、だってもう iPhone1 台でビート作って、うんうん、まあ、レコーディングはマイクでしたってしますけど、うんうんうん、自分たちで携帯で動画撮って、うん、アプリで編集して、うん、PV 作ってみたいな、ね、しかもそれで結構クオリティもすごい高いんですよ。そうですね。でもその QR コードだけを、うんうん、データのフライヤーって、はい、まあ、ウェブ上にそれを載せといて、うん、もう紙はすらないね、ペーパーレス、新しいって思いましたけどでもその若い世代のアーティストもたくさん出るので、うん、はい、もう本当今注目、 DJ の中ですごい注目しているのはバーナー、 DJ のバーナーっていう、うん、週末とかは沖縄市の方とかでもプレイしてるんですけど、はい、昔はレコードだったじゃないですか、 DJ が。あ、なるほど。私は今もレコードでアナログレコードでプレイするんですけど、うん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 、その今のバーナーとかは、はい、スクラッチライブとかセラートとかパソコンのアプリケーションでプレイをするんですけど、はい、うん、もうこれはレコードじゃできないっていうプレイをするんですよ。なるほど。要はもうそのスピードはレコード変えたら絶対物理的に無理っていう。あ、パッとできちゃうわけね。パソコンじゃないとできないことをし始めてて、なるほど、それ別にパソコン使わなくてよくないって思うアーティストもいるけど、いるけど、そうじゃない、でもそれはそれでいいと思うんですよ。そのまあ荷物がコンパクトになったりとか、そうですね、家にあるレコードは全部持っていけないけどパソコンがあれば持っていけますから、うん、でそれをその今の世代とかはまたちょっと古い知識も勉強しつつ、それをリミックスして自分のプレイを作ってるみたいな、いやもうすごい ものすごくジェネレーションギャップを感じましたけど、ね、もう CDJ の時代も終わってますね。あ、でも結構高校生とか CDJ でプレイするアーティストも多くて、うん、高校生ぐらいからやってたアーティストが、うん、仕事をし始めたけど仕事しながら続けるその、ね、結局仕事し始めたらいろいろ社会にも出て忙しくなって、なるほど、続けれなくなる人もいると思うんですけど、うん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 、でもまあその音楽もそうですけど趣味で続けることもできるし、はいはい、でずっと続けてて、うん、まあ、例えばその結婚したりとか仕事が変わったりとかした時に、うんうん、まあ、時間ができた時にまた本腰入れてやるっていうのもできますからね。なるほどね、うん、なんかその、はい、やめないでほしいなっていう。あ、なるほど。ドンストップって英語でよく言いますけど、そう、それを細く長く、そう、細く長くでもいいし、ね、太く短くよりは細く長くの方がね、いいですよね、うん、いいなって思います。その遊びに来たりとかしてもらうのもそうですし、うん、それやっぱ遊びに来てライブとか見てやっぱもう一回やろうって思ってくれる人がいたらもう最高ですけど。なるほどね、うん、はいはい、いろんなスタイルの若いのから結構、はい、ベテランまで、はい、ベテランで、ね、もうすごい、もう、うん、ご協力いただいて本当すっごいありがたいんですけど、うん、でなかなかその20代とかのラップのライブとかを見に行ってる方が、はい、
そのロックのライブを見る機会ってあんまりない。なるほど、チャンプルのいいとこですね。どっちの興味のある人もね、はい、別の新しいジャンルを今日聞いていただけるスペースになるよと。はい、でそのアーティスト同士も多分交流できると思うので、はい、その例えばロックのライブを見に来たお客様がその若手のラップとかを見る機会も逆にあんまりないと思うんですよ。そのお客さんもチャンプルだし、ミックス、そうです、ミックス、ね、リミックスです、リミックス、ミックス、まあ、ね、方言でチャンプルね、チャンプル、そうですね、そうですね、そこのオーナーさんの、はい、日が清正さんですね、清正さんも結構なおじさんですけど、はい、70近く、はい、もう この若者に混じって、はい、若返って、はい、ね、いいですね、ね、なんかやっぱりそのアーティストさんは余計にそのやっぱ感受性とかも強いですし、そのいろんなアーティストと交流したらそれがそのお互い多分刺激になったりとか、自分もそうですけど、清松さんももう懐広いですね、ね、本当ですね、やっぱあのそういうレジェンドはあの器が大きいですからね、そう見習わなきゃなって思うところがたくさんありますけど、伊賀清正さんのお店にぜひね、皆さん足を運んで、はい、お芋若木もね、そうですね、あの土曜日と日曜日は今ちょっとスケジュールが変わるかもしれないんですけど、はい、バンドのライブも入ってますね、なるほど、はい、で4月の、次のライブは7日にケイソンさんっていうアーティストと、はい、ピースケさんっていうドラマーの方のデュオがライブが入ってます。なるほど、はい、ね、生ライブその日以外もね、はい、やってるお店ですよね、はい、Facebook は、はい、ビーチバーココナッツムーンで検索していただけると、うん、すぐたどり着くんですね、お店のページで、雰囲気がいいですね、うん、外、いや、そうですね、結構あのデートでご利用いただくお客様もいらっしゃったりとか、うん、普段は店員さんでいらっしゃるんですよね、そうです、週末は主に週末、土曜日と金土日は、はい、今のお声の主に会いたい場合は週末に会いに来てねということで、じゃあこの辺でちょっとコマーシャル、はい、はい、ということで東洋獣拳プレゼンツ、女村、まだ続いておりますが、はい、女村山田ですからね、はい、今回ね、会場は女村の山田と、海沿い、海沿い、はい、ね、いい条件ばっちり、はい、じゃあもう一回あの今回 のそうですね、はい、大きなイベントの、紹介をもう一度、はい、まず日にちは、はい、4月の9日の日曜日で、はい、週の日曜日、はい、時間14時から、うん、14時から22時までね、22時まで、はい、明るいうちからできるよと、はい、そうです、はい、で場所が、女村のココナッツムーンです、ココナッツムーン、はい、はい、でいろんなバンドが出る、いろんな DJ も登場する、はい、ね、自分も出れる、はい、ね、こんな感じの、お客様で出たい方はぜひ、はい、楽しいイベント、はい、で、チケット欲しいな、チケットというかそのね、はい、じゃあどうやって行ったらいいのっていう話で、はい、それについてはなんて検索するんでしたっけ、ですね、うん、ルートダウンコザスペシャル、沖縄スペシャル、ルートダウン、はい、コザ、コザルート、あ、違います、ごめんなさい、はい、小沢は前回です、ね、終わったんだよね、失礼しました、ルートダウン沖縄スペシャルです、ね、沖縄スペシャル、はい、ルートダウン沖縄スペシャル、ルートダウンってカタカナで書いたらいいんですか、ローマ字で ROOTDOWN です、なるほど、はい、そんな感じでお願いしますね、はい、もう一回言いませんよ、はい、ということで、もう一回言わなくていいんですか、ね、もう一回言っときますか、はい、どうぞ、ROT の DOWN でルートダウンで、沖縄は買って、ローマ字で、ローマ字、はい、検索してみてください、はい、ぜひ、でなんかこういうのがあったらいいんですけど、今日はちょっとないかな、そうですね、はい、まあ、これラジオですからね、はい、ラジオですからね、テレビじゃないですからね、はい、ちょっとこの下に出ませんから、そうですね、キャプションが、はい、うん、あればいいですけどね、はい、キャプション持ってきます今度、あ、そうですね、はい、で、あとはそのイベントは、はい、まあ、あそこ何人ぐらい入るんですかね、ですね、ちょっと普段と配置とかも若干変えてて、うん、ね、椅子机変えて、もう一個増えたりとかして、で、
まあ、はい、結構な人数が広い場所なので、はい、ビーチまではみ出ても OK みたいな、ビーチまではみ出て OK かどうかちょっと確認しておきます、ね、確認しておきます、はい、で、はい、ちょっと結構なあの盛り上がりになるかもしれません、はい、まあ、子供さんとか一緒の方とかは、うん、多分ちょっと履ける場所、ちょっと中にいるのしんどくなってきたなって思う時あると思うんですけど、ね、うん、そういう時はちょっとビーチもお散歩して、そうですね、一服できそうですよね、はい、うん、青さも取りつつ、青さも取りつつ、ね、夕ご飯のおかずになりますからね、はい、いいですね、はい、はい、そんな感じで、ぜひお越しくださいというイベントの紹介をお送りいたしました。はい、はい、で、まだ PR があるよということで、4月22日に、はい、ちょっとまだ詳細は公開できないんですけど、うん、ダブセンスマニアっていうバンドが12年ぶりに再結成するっていう、12年ぶり、はい、もうレゲエとか好きな方ってなってる方分かってるわけ、ね、いると思うんですけど、はい、ちょっと続きは、うん、チェックしてください、お店のフェイスブックを、はい、え、場所は、場所はあのココナッツ、ココナッツ分でやるよと、はい、ね、同じ場所ですからね、はい、どっちが先にあるのかな、先にあるのは、先にあるのはルートダウンの方が、ね、ルートダウン、じゃあルートダウン来て場所をちゃんと把握して、はい、その時にちゃんと情報も22日どうなんのと、ね、そうですね、9日までにはもうあの、ね、情報が、うん、固まってると思いますのでね、うん、はい、そこでちょっと聞いてねと、はい、期待のね、12年ぶりの、そうなんです、もう自分も楽しみなんですけど、エトが一周回ってると、そうですね、エトが一周回ってます ね本当ですよね、はい、はい、という、懐かしい人は もうもちろん、はい、忘れずに、聞いたことない人はぜひ、清松さんは何か出るんですか、出演していて、ココナッツバンドで、うん、ギターで出演していただきます、うん、何時頃、ですね、3部制なんですけど、うん、時間はまだ内緒です、内緒ね、はい、で、ちょこちょこちょこと出もう少し近くなったら公開しますので、タイムテーブルも、うん、タイムテーブルを、見たい方はそのフェイスブックとか、懐かしいおじさんたちが来るに、ツイッターとかチェックしていただいて、清正見たい人もね、そうですね、多分見たい方が多いと思うので、うん、早めの時間に設定してるんですけど、一部の最後に、うん、はい、ココナッツバンドが出ますんで、なるほどなるほど、はい、はいはい、じゃあ期待しておいてくださいということですね、はい、はい、楽しいイベントになりそうですね、ね、ね、楽しみです、すごい、なんかバーベキューとかもしたいね、ね、バーベキューとかもしたいですよね、したいね、本当ね、うん、できるといいね、すごいしたいです、バーベキューしたいですけど、うん、今回はちょっとそれをバーベキューしちゃったらバーベキューに溜まっちゃうんで、バーベキューはバーベキューで別でやろうと思ってるんですよ、ああね、はい、いいですよね、なんか日曜日とか、ね、高野菜じゃないけどね、みんなでできたらいいかなと思います、うん、なるほどね、はい、じゃあもう一回コマーシャルいけます、はい、はい、ということで2つイベントね、はい、紹介いただきました、はい、ありがとうございます、そして、週末には、ココナッツムーンいらっしゃることが多いと、はい、ね、カウンター越しに、カウンター越しにお話もできるよと、はい、カウンターの外にいる時もありますあ、そうですか、はい、ということですよね、はい、いつもお店では何て呼ばれてるんですか、お店は本名でゆかりですね、ゆかりさん、あんまり本名で呼ぶ人少ないんですけど、はい、うん、銀天街は結構みんなトンちゃんって呼ぶ人が多くて、なんか銀天街トンちゃんこの関係性は何かあるんですか、銀天街はもう地元なんですけど、あ、住んでるのがそっちの方、そうなんです、今、であとそう、特別生でテレア青年会さんが出てくださってっていうのが、うんうん、青年会が、はい、レーサーも見れます、あ、このルートダウンで、そうです、そうです、おー、なるほど、急遽ちょっと、はい、どうしてもお願いしたくて、うんうんうん、で受けてくださったんで、なるほど、で自治会とかも結構協力してくださってて、はいはい、すごいみんなサポートしてくれてて、 なるほど、なんかもう本当にチャンプルだね、チャンプルです ね、はい、はい、もう少ししたら漫談とか来るんじゃない、漫談ね、お笑いの方とかも一緒になることたまにあるんですけど、はいはい、そういろいろ混ぜて、ね、まだまだ混ぜがいありますよ、混ぜたことないものたくさんあると思う、ありますよね、多分混ぜるのが好きなんでしょうね、DJ もそうですけど、うんうんうん、だいたいバーの中も混ぜてますからね、なるほどね、カクテルもね、混ぜるのが好き、みんな混ぜるわけですね、はい、はい、
ということで、はい、まあまあこれからね、ルートダウンでしたっけ、これも、はい、第3回第4回と続いていくんだと思うので、またね、はい、機会があったら時々ここ顔出していただいて、宣伝していただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、とりあえず、まあ今日は、女村という番組で、女村の、山田にある、ココナッツムーンの、イベントを一つ二つ紹介しました。はい、またあの皆さんね、晴れたらいいなということで、どんどんこっちに来ていただければいいなということで、女村からのメッセージでございました。はい、じゃあこの辺で、番組の方もそろそろ終わりになります。来週はまた月曜日、晩の8時に、皆さんにお会いできればなと思っております。ぜひ86.8 FF うるまの方に、チューニングよろしくお願いいたします。はい、ではこの辺で失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。